ビートリーサポーテッドバイルイド。ビートリーサポーテッドバイルイド。新年明けましておめでとうございます。FMGB3 サポーテッドバイルイド DJ ドラゴンです。どうも鈴木おさむです。浜田健二です。はいね、今日は年明け早々から浜田健二さん、いやいやもうすいません、年明け早々からこんなんですけども、ガスガスでごめんなさい、はい、ね、今日は1月5日ということでですね、はい、まあまあね、本当にまさに年明けて、はい、初の日曜日でございますよ今日。そうですね、ねえ、偉大ですね。もうまあ初詣に行かれて戻ってくる方なんかもね、いる、うん、これからご飯を食べるぞとか、はい、いろいろ、ね、いる方も多いと思うんですけども、ね、今日は我々も実はですね、まあおせち料理ではなくて、はいはい、目の前に鍋がございます。これありますね。はい、何でしょうかとパカッと開けると、今日はおでんだよ。おでんはい、熱々だ。そうです、今日はですね、熱々おでんを食べながら、はい、今日はスタッフの皆さんもね、せっかくなんで、まあそうですね、まあちょっとまずは乾杯かなんかからスタートしますかね。はい、そうですね、ね、乾杯かなんかしちゃいますよ、ちょっと。はい、2020年ですよ皆さん、なんと。そうですね、はい、ね、2020ってなんかもう来ちゃいましたね、ついにね。来ちゃいましたね、ついにね。2020を祝いまして、それで乾杯をね、いきたいと思います、はい、じゃあここはやっぱ佐々木さん一つ、じゃあみんな酔いはいいかい、はい、せーの、乾杯。イエーイ、乾杯。ことよろことよろということでですね、お願いします。今日は緩い感じで、はい、おでんを食べながら、やっていこうかなと思います。いいですね、初体験です、僕こんなの。本当でない、え、だってこんなふざけた大人っていないですよ。ふざけた、ふざけてないの、真面目にね、真面目にこう、ちょっとね、目の前でお玉でね、そうね、お玉で、お玉を持ってね、いじくり倒して、マイクじゃないか、お玉をいじくり倒してね、こうドラゴンさんが、おでんちゃん沈んでたもんね、ね、ガンモくんね、キクネくん、おでんに話しかけたら最後ですよ、末期ですよ。いやいやでもね、そういうことで今日はですね、ビッグリーグどんな感じでやっていこうかと思っております。さあ、リクエストね、新年のリクエストをお待ちしておりますということなんですね。まず今月のリクエストテーマこちら、スタート。はい、まあ2020年ですからね、ちょっとね、やっぱりどんなスタートを切るかみたいなね、今日こうね、皆さんね、今年どんな年にしたいなんていうメッセージも一緒に添えてね、送っていただけると、嬉しいでございます。はい、はい、ということで1曲目いきましょう。まずはですね、先輩目線、私の曲でもよろしいでしょうか。はい、ブラックジャックスで I'm a Fire。心にあふれ時の流れに乗ってさまよう夢追い人の自分が見える痒い声心と戦いだから僕らはいつでも何かを求め DJ ドラゴンと武田真治によるユニットブラックジャックスで I'm a Fire でした。 DJ ドラゴンと佐々木おさむと浜田健二お送りしている B3 サポーテッドバイルイド。さあ2020ということでね、迎えます、はい、今日はスタッフの皆さんも一緒になってですね、ここね、ハ
ーティーな感じでおでんを囲みながら収録ということで、はい、どうですか今ちょうど厚揚げ口の中に出た時に浜田健二って振られて、あーそうだ熱かった、すげえ困っためちゃくちゃ熱かった食べてたみんなね、はい、おでんをね食べながらやらせてもらいますよ、熱っマジで美味しい、じゃあそれぞれね、佐々木さん、浜田健二さん好きなおでんの具は何ですか、大根ですね、大根やっぱり大根はこれね、あの餅が入ってるやつ、餅巾着ですね、巾着ね、あれ美味しいですね、僕もやっぱ大根はねいいですよね、卵どうですか、卵もいいですね、卵もね煮卵美味しいですよね、美味しいですね、てかなんでおでんってこんな美味しいのかな、結局のところ、ね、なんで食べるから、みんなで食べるからですよねきっとね、こう囲んでね、あのだし割りってあるじゃないですか、ありません、あれ美味しいんですか、うん、飲んだことないですけど、あの焼酎とかね、ああ、あのおでん屋さん行くとありますよね、あります、あのそば湯で割ってね飲むおでん、ありますね、とりあえず少しそば食べた人はそば湯を割って焼酎割りして、へえ、なんかおしゃれ、粋粋だよね、日本の心的なね感じで、さあ年も明けまして2020年になりましたよ、はい、皆さん、さあそれぞれのですね、うん、抱負なんかを聞きながらやって、おでんを食べながらですけども聞きながらやっていこうと思います、まずはですね佐々木修さん、はいはい、我らがそうですね、はい、やっぱ浜県さんにはかなわないけど、はい、いっぱいライブやってみたいですね、ライブを今年は、はい、はい、オリンピックがね、そうですよね、あるからさ、うんうん、なんかいろんな面でバチャバチャするでしょ、なんかイベントとかずれ込んでますもんね、全体的にね、やっぱりライブ会場とかもなかなか抑えられなかったりとかね、いろんなことあるみたいですけども、まあでもね、なんかこうもう僕らが生きてる間に来るかどうかわからない、はい、スポーツとは無縁の我々ですがね、全くね、ドラゴンさんで何もやってなかったんですか、子供の頃とかね、やってましたよそれは、サッカーやったり、でもまあパッとしてないよね、大人になってからパッとしないから音楽やってるわけでパッとしてたらそっちの道行かないでしょうよ確かにね、確かにでしょ、僕野球でめちゃくちゃ挫折しましたからね、でしょ、やっぱ子供の頃ってスポーツじゃない、はい、ヒーローはそうですね、なんだかんだ言って足速いだけでモテましたからね、うん、俺ふざけんなと思った、本当にあいつらバカやろあいつらでもさ一生懸命走ったよね、走りましたよ、この頃はそうですね、なんかやっぱりモテたいんだよねやっぱ、いやモテたいために 50m を必死に走ってたね、でも足速い子って、うん、顔もやっぱちょっとかっこいいんすよね、そうそうそう、だから多分あれ、うん、足が速くなくても結局モテてたからね、そういう結論に、僕ら体も良くてね、途中で気づいたんすよ、その、うん、なんでモテるんだろう、なるほど、時に、うん、モテるやつは、うん、多分ふんどし一丁で、うん、あのスクランブル交差点歩いててもモテると思うモテるやつはまあでも そういうことだよね、そこにやっとたどり着いたんですよ、もっと手前でね、ガンダーラにたどり着く前にそこにたどり着いたんですよ天竺の手前で気づいた折り返して折り返してもういいやってそういうことだよね俺もそう思うわそこはでそれはいいわ、で佐々木さんはいはい、ねはい、何の話だっけ、モテたい話、モテることなんかモテたい話、モテたい、そうですね、モテたいですね今年はもうバンドもやりますし、バンド、ね、3人バンドでもやってるんですけど、あれとあとムンチャレドのギターと2人で今ユニット組んでたり、はい、そうなんですね、そうなんですよ、いろんなね、あのソロもやってるけども、まあ、ユニットもやってる、そうそう、いろいろちょっとね進行でやってる、今僕とも言ってて、そこが止まっちゃってる、あ、そうそうそう、そうなんですか、浜田さんも言ってるね、え、ビートルみんなでマジっすか、ビートルみたいな仲間に入れてくれるんですか、もちろんですよ、僕仲間じゃないですか、上京してきて飲み友達14年住んでるんですか、東京に、はい、飲もうよっていうのが4人しかいない4人もいない、あ、嘘つきました、嘘つきました、3人でした、3人あ、ちょっと乗っちゃったんです、3人いたらね、ねえ、だってそうですよ、3人いたらじゃあ僕らその仲間に加えてくださいぜひぜひ、ね、ぜひ飲んでください、ね、食べながらやってます、じゃあここでですね、はい、佐々木さんの曲をお届けしたいと思います、何行きましょうか、疾走感のあるナンバーで、佐々木さんのでレイン、土砂降りの雨泥でかるシューズ全部金クリステルで走れる水夢見る価値もない必死のイマジネーションこのまま朽ち果てりゃ本物なのか Where do we get from? Where are we? なぜに Where are we going?
くそな場所へ。はい、お送りしたのは東京様でレインでした。いやー、おでんうまいね。うまい。どう、大根？もうめちゃくちゃシンプルの味が、ね、キュッとみんなでラジオやりながらね、おでんを食すって、これこんな幸せなことないっすよ。幸せです。いいよね、うん、もうお母さんに手紙書こう。おでんがねえよ。おでん食べながらやるのは俺もでもね、あんまないかもってな、ないね、ほぼ初めてですよ。いやすごい。せっかくね、ほら、2019年も浜田健二さんには散々お世話になりましたし、こちらこそですよ、ね、本当にもう皆さんにもねお世話になったんで、ちょっとでもねこうねぎら、ねぎらいのね、もうもうそのこのね、もうありがたい、みんな優しい。だっていつも呼んだら来てくれる。だって大好きなんだもん、ラジオ。嬉しいでしょ。3週連続でね来てくれてたもん。いや、3週連続年来たもんね。そうだ、すごいですよ、年末からずっと出ていただいて、ね、そうなんですよ。さっきそれが今までにはそんな3週連続出た人いないって言われた。よかった、もういい、もう満足。2020年。まだ1年しかない。そうですよ、まだ。いや、本当に、いやでもなんか、ね、音楽せっかくだから B2B のテーマとか2020年浜田さんも入れてね、ね、やりたいですね。いいっすね、うん、え、なんかやってるんですか、そのずっとそういう、いやいや、なんかこう番組せっかくやってるし、なんかそういうのテーマじゃないけど、作ろうかみたいなので、ちょっとお互いこんな曲みたいな話をしながら進めてるんですけど、今俺が止めてる感じ。なんでですか、なんで？ちょっと忙しくて。ちょっとなんかね、思ったよりなんかいろいろ忙しくなっちゃって。ああ、でもいいことですね。で、まあちょっと年越しちゃってやべえっていう。いや、忙しい。でもまあ、忙しいよ、あれ。1月になると一気にほら、あの暇だから、大体、ミュージシャン。そうっすね。ね、年末までわーって忙しくなって、1月はなんか本当なんか確かにね、結構あっという間になんか何もしてないまま1月終わるみたいな。そうですね。で、実家なんて帰るもんならさ、金ないのになんか親戚の子供とかにお年玉くれみたいなことをね、めちゃめちゃ見られて、二十歳過ぎの子がお年玉くれもねえだろうと思うんだけど。本当ですね、おじちゃんみたいな感じでなんか正座しちゃってさ、全員にあげるんですか、ちゃんと。待ってよ、素晴らしい、あげますよ、本当。やだ、もう帰りたくないだから正月とか。むしろ帰ってくんなとね。言いたいですけど、まあね、そんなにもすいません、余計な話しちゃいましたが、うん、はい、そんな、浜田さんのですね、2020年、はい、派遣の2020年、一体どんな2020年を目論んでるんですか。あ、でもそのまた夏には5枚目の弾き語りアルバムは、あれも作るの？で、僕1年に1枚必ず。何回目？あ、ごめん、食べてる。つい5枚目なんで、全国発売してからですね。じゃあもう5年続けてるから、ね、そうですね。でもあの会場限定から合わせたら10枚目です、すごい。マジで、あしたもう10年続ける。あ、でも会場限定のやつは1年に2枚作ったりとかしてたんで、でもあれですよ、7曲入りとか、そっちは。いやいやいや、でも8曲なんか分かんないっす。たまにあの僕アンコールとかあんま考えない人なんですよ、そのライブ で終わったって全力バーン出し切って、アンコールって時に大体本当に心の声が漏れて、マジかって言うんですよ。で、言ってねえわって本当に悩む時なんですよ。何やろうって言われた時に、何々って言われた時にたまにできない時なんですよ。いやいやもう忘れ、ファンに言われて、ファンに言われて、何やりたいって言って、おおって、それは科目しか歌えないとかも適当に欲しいって。まあまあね、リクエスト、そうなんですよ。でも嬉しいですけどね、そのリクエストしてくれるのは。じゃあもう曲数分かんないぐらいあるね。まあ、ちゃんと数えたことないですね。まあ、そんな大したことないっすよ、曲数、でもね、10年で100曲、200曲どこじゃないよね。ねえ、そうですね。でもめちゃくちゃボツもあるんで。あるんですね。なるほど。でも去年が何箇所でしたか、ライブやった箇所は。140ぐらいっすね。140ぐらい1年間でね。だからもう1年のうちの半分はもうライブ歌ってるわけでしょ。そうですね。すごいね。いやでも本当何度も言いますけど、200は行きたいな。はい、200行きましょう。200、ね、目標200も
まあその音楽はねもちろんね我々もずっとやり続けてることなんで2020年もね、はい、精力的にやるんですが、うん、それ以外にね2020年、はい、やってみたいこと、やってみたいこと、例えばバンジージャンプとかね、はい、もう僕、うん、めちゃくちゃ高所恐怖症なんですよ。いやいやいや、バンジージャンプやってくれと言ってないから、まあまあいいですよ、いいですよ、はい、でも、うん、めちゃくちゃ興味あるっす。何バンジージャンプ、バンジージャンプ、なぜ飛びっきり高いのならもう訳わかんねえだろうと思って。それがね、訳わかる、わかるんすかね。やったことあるんすか。あります、あります。結構なんかそういう時期があって、ハマった時期がなんかその危険なことしてみたい俺みたいな。いつですかそれ。あいつやな、20代後半ぐらい、20代後半に100何メーターとかですか。150とか。うわー、うん、確かにおっしゃる通り高い方が恐怖心はないかも。やっぱ下が見えるとちょっと怖いね。怖いっすよ。一番怖いのはね、30、50ぐらいは下にプールがあるわけ。だいたい水のね、一応ね、はい、でバリ島かなんかでやった時はプールがあって、で下で見るとまあまあ普通の大きなプールなの、はい、10メートルぐらい四方の。上に上がったらなんだろうね、あのお茶のお茶ぐらい、お茶湯飲みぐらい、湯飲みぐらい、湯飲み、湯飲みに飛び込む気分どう、これ。うわ怖っ。ね、大きいさ海みたいなね、湖だったらいいよ、ちょっと湯飲みには入らないでしょ。想像してごらん。うわイマジンだでしょ。本当に本当ね。しかもしかもね、そのバリ島ってやっぱりさ、そんな体質今は変わったと思うけど、当時ね、その何十年も前だからさ、もうなんかさ錆びついててさ、階段とかも、潮風でね、はい、で階段上がっていくわけ、もう30メートルとか50メートル上がるだけでもうさしんどいのよ。そうでしょ。でもビルの何階だろうね、言ったら15階、うん、20階ぐらい建てのさ、ビル登るようなもんだから、うん、階段で、え、階段で行くんですか。階段、トコ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 、しかもなんか短パンで、短パン、それは個々の問題でしょ。まあそうだけど、短パン話してる大体ね、バリだから、おりゃーなんて登ってる最初はいいよね、よっしゃーなんて、でも途中でハッハッハッみたいなさ、めっちゃ疲れる。そっから飛ぶんすか。それで上上がるじゃん今度。したらさ、バリの適当なお兄ちゃんがさ、それ巻いてみたいな感じでさ、ゴムもなんかこう切れそうなやつなんだね。なんか古そうな、うわちょっとレイみたいな、俺もさ、なんかマジックテープみたいな、適当にピリピリに止められて、マジックテープみたいな、本当にこれスズって抜けないのみたいな、信用しすぎだろと、マジックテープの力を。ちょっとなんかしかも緩めで、で緩いんだからこう巻かれてさ、でそこまで飛んでけってわけよ、ピョンピョンピョンって飛ぶとこまで。あもう両足これ下がってるでしょ、運んでってくれないわけ。へえ、その上の台すらもうない、広くないのよ、5メーター四方ぐらいの。うわそこ行くんすか、うん、で風がピューッと吹いてさ、でバリ島の上とかだとさ眺めいいの、周りビルない、めっちゃまあまあ高くてさ、俺さちょっとやっぱやめようかなと思うよね。一回はで、その時で頭によぎるのが、もう降りるのもしんどいな、歩いてる。ああ本当悩んでさ、下からはみんな矢島みたいな、ヘイヘイなんか言うわけじゃん、早く飛べみたいなさ、ね、カモーンとか言われてさ、うるせえっていう、あれ飛ぶじゃないですか、うん、でビョーンってなって、うん、落ち着いた時って、いやもうで、でバーンって飛ぶでしょ、ヒュラヒュラヒュラってもううーってなるわけ、ふーって飛んだらもうほんとはーうーなのよ。ヒュラーって結構、ね、あこれって俺思ったんですよ、これ飛びってもよく気を失うとかあるじゃない、失わない、失わないんだ、失わないね、人ってのはしっかりしたもんだよ。何の話これ。バンジージャンプやりたいの、みんなそんなに。いやいやいや、それ聞いたらなおさら、やってみたい、ね、やってみたいっすか。もう本当ね、それ置いといて、あでも僕音楽の話なんですけど、はいはいはい、ピアノに挑戦してみたいなと思って。ピアノ今までやったことない、やったことなくて、うん、わあ僕はもうずっと同時進行でピアノとギターどっちもやってたんで、あすごいっすね、すごいわね。いやでもピアノなんやって、正直思うけどピアノできるとなんかモテそうだよね。これまたモテる話に戻るけど、またモテる、これダイゴンさん、それなんですよ、それでしょ。2020年は結局モテ、どうモテるかだよね、どうモテるか、男としてね、男の子に生まれてきたから、うん、やっぱこのどうモテるは、ね、
考えないと大事だよね。だって足も速くなかった、野球も挫折、うん、ダメね、声ダミ声、そうね、もうすごい、もっと言ってください、もっと言ってください、いやいや、もっと言ってください。でもやっぱりピアノはね欲しいよね。いやちょっと、ね、ちょっとなんか繊細な感じするもんね。なんかそんな感じするじゃないですか。するするする、こうなんかライブでオラーみたいな歌ってるけど、ギターはね、いやあーってなんか実はなんか感じだけど、しっとりね、たったらーってね、いい、もう自分に酔いまくってやる、ね、2020年、あ、2020年は自分に酔いまくってやる。いい、はい、田崎さん、はい、音楽以外、音楽以外、音楽以外でやりたいことは、やってみて、釣りとかね、やったことないんですよ。そうです、やらない、え、やら、や、や、やったことないことに挑戦したいなと思って、一つ釣りかなと。全くやったことないですか。いや、釣り堀しか行ったことないんですよ。ああ。だから簡単に釣れちゃうのしかやったことない。まあアウトドアのイメージないもん。ないですよ。全くね。なんだろう、ミュージシャンでみんなね。あ、でもアウトドアもちょっと興味ありますよ。ここにいる人たちさ、音楽とったら本当なんかクズっていうか。あれ、俺も。佐々木さん、一番佐々木さん。俺が、俺が代表。代表なんだ。音楽とったら佐々木さん何あんのよ。いや、最近あの、はいはい、自分の車にちゃんと家があるのに車中泊する趣味が、何なんですか、何なんですか、どうしたんですか、何なんですか、練習よ、何かあった時の前頭葉ショートしてます、いやいやいや、なんかこうたまにこう、そうですね、家出が好きです、家で、え、あ、でもその止まってる車によるじゃないですか。ああ、確かにね。一応みんなフルフラットにしてこう寝そべったりできる。あ、フルフラットにできて出れる。それはいいよ。それはただの甘えです。甘えですか。あれ？車中泊を舐めるなよ。あ、そう。あ、まあまあまあ。いかにピーンってなるかね。あ、そうですね。リクライニングの行くところ。ここまでや。そうなんですよ。僕行かないんですよ、僕の車。その機材車。で、その中に寝るんですよ。気づいたらこの前、うん、そういう夢を見たんです。嫌な夢、車中泊で男の人に襲われる夢見たんですよ。いや怖いなそれ。で、やめろって言って、うん、バーゴーンって蹴ったんですよ、夢の中で、うん、そうしたら助手席の、あの灰皿入れみたいなドリンクホルダーバーって蹴ったんですよ。起きたら粉々になってて、はてって、はてな、はてって、なぜ雪でも降ったの。確かにちょっと舐めてました、立ち上げて。それではこの辺で浜田さん曲いきましょう。曲紹介お願いします。はい、浜田健二でフレンドシップ。僕らに与えられた時間は借り物の体を引き継ぎながら平等に進んでいく。いいこと嫌なこと、忘れたいこと忘れたくないこと、悲劇でも喜劇でも青い炎も赤い炎も、風も空も森も大地も太陽も雲も星も宇宙だって、全てが思い出になるその時まで、全ては残酷に平等に進み続ける。君と僕にしかわからないこと、君じゃないと僕じゃないとわからないこと、嘘と本当、切ないね、悲しいね、でも本当はわかってるよ。今君の存在がはっきりと確認できたみたいで、どこか嬉しいんだ。通り過ぎる風の中に君の声、友よまた会おう、それまで元気でな、酒は飲みすぎるなよ、ああ分かってるよ。友よまた会おう、それまで元気でな、女遊びはほどほどにな、バカ野郎分かってるよ。もうすぐ夕日が来て、またすぐに夜が来る、その夜明けはきっと綺麗で、また何か始まるんだ。お送りしたのはですね、本日のゲスト浜田健二さんでフレンドシップでした。はい、 B3 芸能プロダクション F ファクトリージャパンはクラブ DJ、 MC、 モデル、タレントなどをキャスティングしてます。
オーディションやスクールに興味のあるあなたは F ファクトリージャパンで検索してみてくださいね。夢の扉を開けてみませんか。忍者ドラゴンと佐々木修と浜田健二お送りしているビートリーサポーテッドバイルイドー2020 あっという間にエンディング。いや早い早い早い、ね、僕おでん食べてただけだから、ね、もうおでん食べてグダグダ言ってただけだ正直これをリスナーの方を付き合わせてね綺麗番組だよね。いや申し訳ないですけど、ね、ごめんめちゃくちゃ楽しいです。俺も楽しかった、ねまあ、お正月だから許してください。いやそうですよね本当にね。いやでもね2020年っていうなんかこう響きはいいよね。いいですね。これは最高で面白い年になるんじゃないかなって僕は思ってますけどもね、はい、さあ今月のエンディングテーマはペットのサンシャインベイビーを聞きながらお別れです。ね本当に、3週にわたって浜田健二さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。あげてください、ね、いや今年ももう何回も、はい、もう断ることになります。もうぜひすごいこれだけね、うん、去年もさライブ140本やっておる、はい、なのにラジオにね結構回数が多いじゃないですか。そうなんですよ。ありがたいことにすごいよね。意外と暇っていうね僕は実はそんなことないと思いますよ、ね、意外と暇なんですよ。ねえ飲み仲間も3人全国に言うね全国に言うね何を言うんですかね。まあ本当浜田さんの、まあ、一番最近出たやつだと弾き語りのあのアルバムはいがあれはそれはどこでも買えるやつ。そうです全国どこでも、はい、しっかり宣伝してください。はい「ひねもすのたり」というあのアルバム、はい、ネットでも買えます、はい、よろしくお願いします。ね、はい、浜田さん本当に素晴らしい曲多いんで、うん、あのバンドの方もやられてますしね。そちらの方もぜひチェック。シンダーバードもね。そうですねシンダーバード最近ないですやっぱり忙しいの相方。多分気分の問題だった。ノリノリノリが誰が出てない。いろいろやってる浜田健二さんね。ラットラットはあのやってますよちょいちょい。仲いいの本当にラット。なんかよくなってきた。はなってきてるような気がしてるだけかもしれないです。ほぼ諦めてます。2020年ラットねもっとやってくださいよ。ファンの皆さん思ってると思います。はい、はい、番組で皆さんからメッセージリクエストお待ちしております。今月のリクエストテーマ1月はこちらです。スタート。ねスタートを切るような曲っていっぱいあると思うんですけどね。メッセージとともに番組のホームページから送ってください。2020年こんな年にすると。こんなことやってみたい、はい、そんなメッセージも添えてお送りください。それではまた来週ね、お会いしましょう。そして本年もよろしくお願いいたします。 FMGB3 サポーテッドバイリード。お相手は私 DJ ドラゴンと佐々木修と浜田健二でした。また来週。